里崎チャンネルジョッ。さあ月曜日です。里崎チャンネル全球団全試合総チェックということで、交流戦ももう半分以上終わりましたけども、さあどうなっていくのかというところでね、今日はやっていきたいと思います。さあまずは最初は巨人日本ハム、はい、4日6対0巨人、5日、6対4日本ハム、そして6日4対0日本ハム、日本ハム2勝1敗の勝ち越し、日本ハムは8カードぶり勝ち越しということで、グッチ。さあ4日6対0巨人ね、巨人先発メルセデス、5回3分の2、83球2安打5三振無四球無失点と、まあ足がつってね、6回途中で交代しましたけども、まあ両コースにストレートしっかり投げれて、対角線ね、この右バッターへのインコースのスライダー、グッチ。あとたまにね、クイックで投げてリズム変えたっていうところも、グッチ。ポイントですね。で、日本ハム池田、初回に失点したけども、まあスライダーフォークと変化球ね、しっかり低めに集めて、まあ5回しっかり安定して、まあ先発の役割はね、最低限果たしたというところで、いいピッチングだったんじゃないですか。そしてね、6回リリーフ、河野投手ね、岡本スモークマグ、3者連続三振、バレーのね、最後インコースのドーンストレート、グッピッチ。あのボールはね、素晴らしい。あそこを投げ切っていればね、左バッターもいい形でね、攻め切れるんじゃないのかなと。そしてね、巨人、取れる時にしっかり得点。ね。それが結果ね、6対0という形になるっていうところで、まあ初回ね、ワンアウトからウィーラーツーベース。で、吉川狙いというのタイムリー。で、岡本フォアボール、ワンアウト一塁でスモーク。レフトへ2点タイムリーツーベースと。で、7回、ピッチャー鈴木に代わってね、こうサイドスローで投げてくるけども、そこをね、しっかり左バッターが、若林ね、ライト前。大城がレフトへツーベース。で、代打がね、壁井。ノーアウト二三塁からね、センター犠牲フライ。で、重信が、ライトツーラン。重信、グーッ。ね。今日三三振ね、そこまで。三三振だったけども、最後ね、こういうところでね、最後打ってるかどうか、非常に大事です。こういうところでしっかり打ってるとね、また起用法も繋がっていくし、あそこでボン出してるとね、あーダメか、みたいな感じになってくるとね、あのホームランは非常に良かったんじゃないですかね。で、5日、4対6で、日本ハム。ね。日本ハム先発。縦の投手ね、昨年大卒社会人かなで、ドラフトされた選手で、1回も登板なかったっていうところで、ね、今8先発5回82球、5安打5三振3四球1失点と、まあ東海理科のね時も見たけども、その時は結構外のストレートスライダーと外の出し入れ多いなっていう、あんまりねインコース投げていくっていうところは見なかったですけど、まあそこはね、社会人っていうところもあって一発勝負っていうところもあるんで、まあ無理にね、インコース使わなくてもアウトコースで抑えられたっていうところでね、まああえて使わなかったかなっていうところだと思いますけども、このね、5日の試合はね、いいところでインコースのストレートしっかりね、使えたかなと。そのね、使えたことによって、まあカットスライダー系、そしてフォークボールをね、活かすピッチングが非常に良かったんですかね。で、4回ね、対スモークに対して、インコースのストレートでファール。で、カットボール、ボール。で、もう一回、ストレート。ちょっとこれ甘めに入るけど、ファール。で、フォークボール、ね、スプリット系、ボールになって、インコース、ストレート、ファールになってから最後、カーブ、三振。グッピッチ。こういういろんなね、ボールを使いながらのコンビネーションで最後、カーブでね、仕留めるっていうところは非常に安定感ってね、素晴らしいピッチングだったんじゃないですかね。でね、また今回も、カーロ、6回リリーフ。グッド。岡本スモーク、連続三振で亀井レフト前。完璧なピッチング。最近ね。完璧。まあ、リリーフになっていい形になってるんで、まあ、先発もあれだけど、やっぱりこう、チェンジアップ進化系っていうところがね、なかなかないっていうところをね、うまく使えないっていうことを考えれば、リリーフでいいんじゃないのかな。しかもね、最近ちょっと宮西とかもね、状態上がってこないっていうところで、いい形のね、まあ、中継ぎロングもできるしね、日本ハムの戦略上は、河野投手このリリーフっていうところがね、非常に合ってるんじゃないのかなと、最近の試合で思いますね。で、巨人戸郷、6回まで完璧。フォーク、特に。低めバシバシ決まってグッピッチだったのに、7回近藤レフト前、中田ファーストフライ打ち取ってワンボールツーランで、渡辺フォアボール、石井ライト前、石川フォアボールで代打高浜に満塁ホームラン、ガッツ。一気に6失点どうしたとこ、いきなり。それまでめっちゃ完璧だったのに、でもこのねワンボールのホームランで終わらずに、その後ね渡辺、石井、石川とねフォアボールヒットでつなげて、この高間のホームランっていうのは非常に価値がある、得点シーンだったかなと。で、9回、亀井、通算100号ホームラン。ガーッツ。ナイスホームラン。ね。いろいろね、怪我でも苦しいところあったんですけど、素晴らしいホームランだったと思います。そして6日、4対2で日本ハムっていうところで、日本ハムね、伊藤投手、7回106球、2安打7三振、4四球1失点。まあちょっとね、4つのフォアボール出してしまいましたけども、ストレートはね、しっかり腕が振れて素晴らしい。で、スライダーね、この腕の振りが、しっかりね、触れてるっていう。あとで体重乗ってってね、前の推進力っていうところが
非常にいい形のピッチングだったかなと。しかもね、この腕しっかり振れてて、ストレートと変化球の軌道が、出どころが一緒なんだよね。そうなったところで、バッターね、出だしが変化球がストレートが見分けづらいっていうところがね、非常に、ジャイアンツ打線苦労したんじゃないのかなと。逆にね、伊藤投手は、そういったところが素晴らしいピッチングにね、繋がったんじゃないのかなと、思います。で、巨人菅野、1ヶ月ぶり、100球目安ということで、まあ、調整登板ですね。まあ、5回90回3安打6四球、無四球、2失点というところでね、いきなりポンポーンとね、初回、磯畑ライト前で盗塁されて、で、渡辺ライトフライで3塁進塁。で、近藤のね、セカンドゴロ、もうこれ内野後ろ下がってたんでね、で、ここ1失点。で、2回ね、ちょっとスライダーが抜けたところをワンボールにホームランというところで、ちょっとパンパーンとね、出だし、つまずきましたけども、まあ調整登板ということを考えれば、まあいい形の登板だったんじゃないのかなと。まあ次回以降ね、どこまでこう上がっていけるのか期待したいところですよね。で、巨人、3回、2アウトから、松原、レフト前、ワンボールを前に行ってスライディングでポロッ、取れまーす。で、その後ね、ウィーラーのレフト前、ね、この1打点。ちょっとワンボールって取り方が、なんか、のそのそのそってゆっくりみたいなね。やっぱちょっと守備はね、制裁かけるかなっていうところが見えましたね。あと日本ハムね、8回。この8回のね、この2点っていうのがね、非常に大きかったかなと。まあその中でね、まあ、代打西川が2ベース。で、磯畑、バンドして、スモークがエラー、パーンと。普通に投げるだけでーす。あれもうね、キャッチャーとかピッチャー行けばいいのにと思ったけど、スモークが意外と早く来たんだよね。そういったところで、パーンと。で、その後ね、まあ、その1点になって、で、ノーアウト2塁。で、ここで渡辺が基地送りバンドして、で、近藤見逃し三振から中田タイムリー。グワッチ。まあ、これがね、5月1日以来、ということで、このね、タイムリーで流れが変わるかっていうね、中田。日本ハムがここね、上がっていくためには、まあ、中田の活躍っていうのはね、やっぱ必要不可欠っていうところで、まあ、バッターね、1本打ったらそこから流れが変わるっていうところもあるんで、この1本でね、大きく流れが変わるか、期待したいところですよね。結果、8カードぶりの日本ハム、2勝1敗、勝ち越しでした。続いて、ヤクルト対西武。4日10対1でヤクルト。5日6対3で西武。そして6日9対6でヤクルト。ヤクルトの2勝1敗で勝ち越し。ね。4日の試合、5回、コウコールドっていうところでね、ヤクルト石川、大卒初、20年連続勝利。ガーッ。素晴らしいね。20年連続だからね。まあ、20年野球するのもすごいよね。大卒でね。でね、この雨のアップコンディションの中、まあ、腕もしっかり振れてね、で、無四球、球をね、しっかり制球できて、結構まあ雨も降ってたしね、この下もね、っていうところもあるんで、その中ね、安定感のピッチングはね、やっぱ素晴らしい。で、5回59球と、まあ球数も少ないですし、まあ3安打2三振1失点と、非常に素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなと。逆に西武ね、高橋、3回102球。3回で102球だからね、めちゃくちゃ多い。で、11安打、1三振4四球10失点。まあ大荒れです。まあこんな時もあるか。これまでね、いい感じだったんで、噛み切るかどうかっていうところがね、注目ポイントになってくるのかなと。でもまあ、もう一回ぐらいはね、あのまま行くかもわかんないですけどね。で、ヤクルトで、ボン、ダーツ、ナイスバッティング、ね。で、まあ、次のね、ところでもあるんだけど、やっぱこれね、神宮はいろんなピッチャーに聞いても、ちょっとマウンドが他の球場と違って、なかなかね、アジャストしづらい、難しいっていうね、声を聞きますけれども、まあそういったところもね、要因なのか、でも合わせなきゃいけない、プロとしてはっていうところのね、意見もありますけども、5日、6対4のセーブね、岸がいい働き、グッズ、ね。初回、岸レフト前、で森レフトフライ、中村ライト前で、ワンアウト1、3塁で栗山のね、センター犠牲フライ。こういったところでね、パーンと簡単に犠牲フライっていうところもね、非常にいい働き。ヤクルト、初回、塩見センター前、塩見が絶好調。で、青木、センター前、青木も絶好調。で、山田フォアボールで、村上センターに2点タイムリー。で、サンタナ、6、4、3、ダブルプレー。で、オスナがサードゴロ。ここで、もう1点ね、取れてれば、ヤクルトにね、大きく、ね、流れと勢いがついたかなっていうところで、ここでね、3点目、欲しかったところですけども、まあ、サンタナ、オスナが倒れると。で、6回裏、村上ね、センターホームラン。で、これで、負けじと7回表、山川が、スライダー、パワーあるね、前でコツンってやっただけで、ホームラン、ドスコイホームラン。ね。で、セーブ、9回、中村が初球、レフトへホームラン、大逆転の始まり。で、栗山はね、2球目のカットボール、ライト前。で、山川がね、3球目、カットボール、先ほどと、ね、同じような形でレフトへホームラン。で、ウネンティ、初球、ストレート、ホームラン。で、4得点。ガッツ。ね。非常に素晴らしかったかなと。まあ、マクガフね、まあ、抑えはね、もう理屈じゃないんだよ。甘いとか、その、こう、高め打たれたとか、そういうのじゃないんだよ。もう、抑えは、ガンガン行って、もう抑えれる感じないんで、まあもうそれは仕方ないね。こういったもうセーブ出せ。ガッツ。ね。非常に粘り勝ちだったかなと。
で、昨日、9対6、ヤクルトの勝利というところで、西武、バタつくね。まあ、これは一言です。ピッチャー上山ね、ヤクルト初回、塩見にフォアボール、で、ボーク、で、青木レフト前、で、山田のピッチャーゴロ、三塁フィルダー勝利数。まあ、あれ、塩見もめっちゃいいスタートで走ったね、思い切って。あれ、完璧に投げて、アウトかどうかっていうところだったね。で、そう、ちょっとそれでね、スライディング入ってセーフ。で、村上フォアボール。で、サンタナ押し出し。で、オスナがね、レフトへ、1点タイムリー。これね、ショート山田ちょっと追いすぎだね。あと、栗山がこの山田をね、気にして、ちょっとこうね、最後思い切って突っ込んでね、緩めて最後突っ込んでいくっていう感じだったんで、まあ、山田のね、守備がいいっていうところがね、逆にあだとなった。ちょっと追いすぎだったかなというところです。で、3回、2アウトから、サンタナフォアボール。で、オスナセンター前。一塁、ランナーのサンタナ三塁へ。ね、あれしっかり回ったね。で、ここでね、岸のスローが、サンタナに当たってね、この、おかわり君の前にね、サンタナが入ったんで、で当たって、オスナもしっかり二塁へ。で、2アウト2、三塁になって、本山がライトにタイムリースリーベース。本山くん、ナイス。で、8回裏、ピッチャー宮川、山崎フォアボール、塩見ライト前。で、青木、初球ね、逆転、ライトへ、タイムリーツーベース、2打点。で、山田センター裏、村上フォアボールで、代打川端、2点、ライトへ、ツーベース。ジェン、グッド。川端いいね。この代打としてめちゃくちゃいい働きしてるよね。このね、最後の、この、結局フォアボールから来てんのよ。全部。初回もフォアボールだし、3回もフォアボールだし、8回もフォアボール。もう西武はね、大体負けるときはね、フォアボール連発からのね、失点だ。もうこれ。今年、の中での、かなりの課題ポイントだよね。でもね、こうバタつくねってなったけども、いいところもあったのよ。西武はね。岸、ダイビング。ね。山田も華麗に、守備。ね。で、アイト。この本山のスリーベース。お、まあ、惜しかったね。だいぶ届かなかったけど。まあでも気持ちは出てたね。まあああいうところもね、大事よ。取れなくても。ガーってね、突っ込んでいくっていうところがね、いいプレーにつながっていくんで。まあ勝負だね。あれはね。もうあれをスリーベースにしてしまったのは仕方ない。逆にね、取れてたらビッグプレーだっただけにね。あそこのプレーをね。まああの、こうね、勢いっていうかね。ああいうのはね、崩さないでこれからもね、出してほしい。でね、ヤクルトも、グッド。オスナ、一塁線のダイビング、グッド。サンタナ、レフト、ライト、フェンス、ギワ。ね。というところで、まあ、いいプレーもね、結構あっただけにね、まあ、結局ね、最後はね、ポンポンっていいところでヤクルトがね、打線のつながりで取ったけども、やっぱり西武はね、このフォアボールっていうところがね、やっぱ一つのね、今後どうしていくかっていう課題だね。まあ、結局、ヤクルトの2勝1敗で勝ち越しでした。続いて、広島対楽天。4日、5対12、楽天。5日、3対7、楽天。6日、4対6、楽天。楽天の3連勝これ、交流戦全カード初の3立てじゃない？俺の記憶が確かならば。4日、12対5楽天。もう楽天、初回から速攻です。小深田センター前、鈴木ライト前、浅村三振して、今打点王の島内がセンターへタイムリー。で、岡島、サードファールフライになって、黒川のライトへスリーラン、グーッ黒川いいね。でもこう、まあ、模擬とね、変わって入ったけども。まあでもこれからね、鈴木、浅村っていうところがね、まあ、年が上がっていく。で、茂木もちょっと怪我も心配っていうところでね、この黒川の存在っていうのは、楽天にとって未来ね、非常にいい選手になるんじゃないのかなと、期待しております。で、広島、初回ね、ワンアウトから、琴ノがライト、ツーベース。で、菊池ね、センター、スリーベース。センターの武藤ね、ノーバウンド狙ってね、行って、グラブのね、下抜ける。最低でも止めてほしいね。まあ、バットとは言わないけど、止めてほしい。ね。で、西川三振。で、林、ライトでタイムリー。こちらは林がグッ。ね。広島の林が素晴らしい。で、4回以降はね、もう乱打戦です。もうバカバカバカーっと、いきます。で、枠がね、150勝。これね、キーはね、あ、枠井150勝。グッ。おめでとう。おめでとうグッ。広島のキーはね、5回裏、野間がセンター前、琴ノレフト前で、ノーアウト1、2、この時点でね、3対7。で、菊池、ピッチャーゴロ、ダブルプレー。ツーアウト三塁になって、西川、ショートへの内野安打ヘッドスライディングでなんとか1点で林セカンドゴロ。ここをね、1失点で踏ん張れたのが、これ勝ちにつながったね。逆に、このね、絶好調の菊池をこのね、ダブルプレーで抑えた枠井も素晴らしいけども、ここでパポーンと打線が繋がってたら、ひょっとしたらね、ひょっとしたら逆転っていうね、メモ、あったかなと。枠井もちょっとバタバタっとしながら言ってたからね。そういった意味では、この5回の裏がね、キーポイントだったかなと、思います。で、6月5日、3対7で楽天。
楽天、2社連続スクイズ。NPB では12年ぶり、野茂さん以来。グッズ。石井監督。ね。ほら、俺前の動画で言ってたよ。なんか石井さん、野村さんっぽいっていう。ほら、こういうとこも、野村さん出てくるのよ。名前がね。でね、広島森下。6回3分の1、100球。4安打5三振、4失球3失点。まあ、確かコロナ濃厚接触者でね、ちょっと外れてて、まあ、そこら辺はまあ調整ちょっと難しいのかなっていう形でね、見てました。その中ね、ウグサ2回でホームラン。で、林6回ホームラン。グッド。このウグサね、林。このコロナ禍の濃厚接触者とはね、コロナ陽性の中で、このね、ウグサ林っていうところが出てきて、しっかりとした形をね、出してるっていうところも、チームのね、層を上げるっていうところでは非常にね、いい活躍。しかもそのね、ピンチをね、チャンスに変えて、ウグサ林のね、この活躍っていうのは、本人たちにとってもね、非常にいい、頑張りなんじゃないのかなと、思います。で、広島はね、こう、7回裏、ね、ピッチャー、安楽、小園フォアボール、坂倉デッドボール、で、西川バンドで、林、ワンアウト2、3塁から三振、で、2、5、タッチアウトのダブルプレー、3塁ランナー小園、ギャンブルスタート、出すぎたかな。でもそこでしっかり投げたっていうね、キャッチャーも非常に素晴らしい。ダブルプレー。ここがね、キーポイント。カーポン。で、楽天、左対左、ね、強さ見せるというところで、7回ね、辰巳フォアボール、太田フォアボール。で、村林、バンドで、ピッチャー交代、森浦。で、ここでね、小深田、セカンドカンド間にね、1点。で、対左、打率、3割7分2厘の鈴木大地、ライトへ同点タイムリー。で、8回、ピッチャー堀江になって、対左打率、3割4分2厘の島内がホームラン。ね、この2人、どっち？左も国しない。右の方が打率低い。ね。で、その中、来ました。ビッグイベント。ノーアウト、ね、8回。島内のホームランから続いてるからね、まだね。ノーアウト満塁。太田スクイズ。で、ワンアウト2、3塁になって、村林スクイズ。ダブルスクイズ。ダブルグー。素晴らしいね。ああいうポンポンって。で、しかも、ピッチャー左じゃん。だからね、見えないのよ。だからそういったところもね、石井監督が左だったから思うところもあるんじゃないのかなっていうところもあるけども、非常に興味深い素晴らしい作戦でしたね。こういう作戦は、里崎は好きです。はい。6日、4対6でね、楽天早川、ハーラートップの7勝目、5回3分の2、92球、7安打6三振、無四球2失点と、ね、投球内容としては、臆することなく、初球からどんどんストライクへ。で、ストライク先行で勝負できたっていうところでね、そこからのスライダー、チェンジアップとかね、自分有利なカウントで勝負できたのがね、こう、少ないね、失点で抑えられた要因なのかなと。で、これをね、証明するっていうかね、裏付けるところがね、6回。ここはね、ボール先行になって、あとはボールがついて、カウント負けして、ピンチでね、拡大。で、そこでね、まあ、1失点して安楽に交代したっていうところで結局はね、記録上は2失点になったけども、まあ、このね、ストライク先行で勝負できるか、ストライク、ボール先行で勝負できるかっていうところがね、この大きな早川のね、この、いいか悪いかっていうところの見方っていうところだと思うんで、ファンの皆さんもね、早川がもしストライクからね、どんどん投げていってるっていうところをね、見ると、あ、今日いいのかなっていうところ。で、ボールから入っていったりね、ボール先行していくと、あれっていうところをね、見とくと。面白いかもわかんないですね。でもまあ、このストライク先行で勝負いくと、打たれる危険性はあるんだけど、こうやって抑えれる可能性もある。だからストライク先行で勝負しなきゃいけない。逆に相手打線からすると、このストライクでポンポン取ってくるところを、しっかり積極的にって、仕留めていかなきゃね、早川ペースになってくるっていうところがね、この広島戦、よく見えたところかなと。で、結局はね、要所で、1本出たか、出なかったです。だってもう楽天、15安打、広島、13安打と、もうボコ打ちです、両方とも。何が6対4になったかっていうと、もうね、欲しいところ、チャンスでポーンと1本出た、もしくは打線が繋がった楽天。いいところで出たけども4点止まり、もう1本がポーン出なかった、繋がらなかったっていうところがね、まあ大きな違い。そうなってくるとね、まあなかなかね、見ててもそこまであれっていうのはなかったけども、この石井監督みたいにね、もうスクイズするとか、作戦していくっていうところをね、やってもっとね、動かすっていうところもね、カープ必要だったかもわかんないですね、この3連戦見ててね。で、広島ね、5回裏ワンアウト満塁で、辰巳のショートゴロ、小園のプレー、ホームへ投げて、伸びるっていうのもね、良かったし、あのプレーはね、良かったですね。非常に、おーっと思いましたね。小園、グッドプレイ。結果、3連勝、楽天と勝ち越しでした。続いて、阪神対ソフトバンク。4日、6対1阪神。5日、10対2ソフトバンク。そして6日、8対3でソフトバンク。ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたね。で、4日の試合、6対1で阪神ね。もうこの試合、先発青柳。まあ、青柳の、いいも悪いも、もうツーシーム、シンカー系次第。
ここが仕留められるか仕留められないか、決めきれるか決めきれないかが、もう、良くも悪くも、そこがポイントです。ね。今回、8回ね、122球、6安打7三振4四球、1失点と、非常にいい形。しかもね、このツーシーム進化系が決まれば、外のスライダー、ね、右バッターへの外のスライダー、左バッターからも外からのスライダーっていうところがね、非常に効いてくるんですよね。で、これ、なぜそんなにいけるのか。投球パターンが、渡辺俊介と、全く一緒です。見てたら、だから、梅野の気持ちも、めちゃくちゃわかります。そうなんです。それ、行くしかないんです。張られてる、意識されてる、わかってます。でも、それが、攻め戦なんです。だから、サインも出します。そして、打たれなかったら、よっしゃよっしゃと、もうどんどん行きます。その中で、スライダー、カーブなどを作って、緩急をつけたり、アウトコースね、振ったりしながら、組み立てていく。非常に、ある意味、楽な組み立てです。それがね、いい形で、特に機能したかなと思っています。佐々木も、渡辺俊ちゃん、リードするとき、そんな難しくなかったです。しかも、他のピッチャー、清水直さん、小林隆之、小野慎吾さん、久保とか、他のピッチャーの資料、データが全く意味を持たない。渡辺俊介のみのデータになるので、データ収集、ミーティング、非常に簡単だったなっていう記憶があります。はい。ソフトバンク石川、ちょっと中途半端にね、球が高くて、そこをね、仕留められたかなと。まあ、阪神はね、一回裏、近本レフト前、で、北条はね、左中間、タイムリーツーベース。で、丸ってね、サードゴロ、グッズ。サードゴロじゃない、ファーストゴロ、グッズ。こう、しっかり進塁打打って、ワンアウト三塁になって、大山がね、センター前タウリー。これね、すべて高めに来てるところをね、しっかり仕留められた。で、2回裏ね、佐藤レフトでツーベース。梅野三振。でね、石川、ここがキーです。中野フォアボール。ここで勝負したかったね。ここフォアボール出して、青柳バント。で、近本にね、2点タイムリーっていうところで、ここがちょっとね、キーポイント。だったかなと、この中野のフォアボール。逆に中野はね、しっかりね、フォアボール、無理にね、打ちに行くことなくフォアボール選べたのが非常に、大きかったかなと。でね、阪神は9回、藤波、ね、ほぼストレートで、長谷川ライト前初球打たれたけども、まあ、その後ね、しっかり投げ切って、まっすぐ156キロ、マックス。ここ起用法、中継ぎかな。去年も中継ぎでね、いい感じ出てたんで、まあ、中継ぎなのかなっていうところもあるけども、まあ、ソフトバンク打線はね、もうこの青柳のツーシーム進化系を仕留めきれなかったっていうところがね、すべてだったかなと思います。続いて、6月5日、2対1でソフトバンクね、阪神、もうミスで流れを変え、失点するっていうね、3回、このね、攻撃ですけども、北条レフト前、マルテレフトでツーラン、このね、いい形で先制したのよ。いい形で先制していくかっていうところでね、ちょっとミスがっていうね、で、5回裏、近本サンド、内野安打。で、北条バンド。で、ワンアウト、二塁になって、二塁ランナー、近本、飛び出し、バーッと。よくね、回も反応したし、そこをしっかりね、投げなくてね、モジタっていうマルチネス、非常に良かったかなと思います。このね、マルチネスに気づかなかったっていうところもあるんで、二、三塁間ね、挟んでアウト。近本、バーッと。まあ、この、で、その後ね、丸とかレフト前、打ってるところでね、もったいなかった。ここでもね、ちょっと、ミスで流れを変えるっていうね。まあ、ここもですね、初回、盗塁ね、近本二塁へ刺されて、この負けん気出しすぎたかなと。いや、これやったるせみたいなのね、ちょっと出しすぎて、前のめりになったかなっていうところもね、考えられますし、まあ、回ね、この近本の走塁の時に、取ってから早かったけど、多分握れなかったんだろうね。でもその中で、取ってから早く握れない。あそこね、ワンバン送球。グッと。こういったところで、アマチュア、もしくはね、学生、子供の皆さんはね、真似してほしいね。たまたまだったのか、意図したのか分かんないけど、俺は意図したと思ってる。これをね、無理に握れてないのに、ノーパンで投げようとしたら、暴投になったり、それたりするんだよね。あれをもう、握れないと思ったら、叩きつけて、取ってから早くで、ノーパン分のタイムを短くして、で、そして、ワンパンになって、ちょっとタイムかかっても、取ってから早さで、そこをカバーしながら、ワンパン投げると、意外と暴投にならないし、いい球行くんだよね。まあ、あとは二遊間のタッチよろしくでね、いける形なんで、あのワンバウンド送球は非常にいい選択だったし、非常にナイスボールだったと思うんでね、ああいうところはぜひね、指導者の皆さんも含めて真似していただけるとね、いいプレーだったんじゃないのかなと、思います。で、ソフトバンク、6回表、ワンアウトから柳田、センター前。で、まさごね、左中間へ、タイムリーツリーベース。一塁ランナー柳田、グッズ。よしと。ね。で、送球間に三塁へ。で、中村がね、ショートゴロ。このね、中野ダイビング。グッド。ナイスプレー。で、その後、甲斐ね、ツーランホームラン、レフトへ。これね、布石があるのよ。伊藤の。
前の打席インコースストレートでファーストファールフライに打ち取られてんだよね、回がね。で、ツーボールになって完全にね、もうインコースだけ狙って、その詰まらされたのを仕留めようっていうところで、この狙い打ち回のこの多分山張ったと思うんだよね。グッドナイスホームランね。で、7回表ピッチャー小林になって三森フォアボールで、川島バスターエンドランね、サード大山エラーバー、普通のサードゴロです。で、今宮バントして栗原のピッチャーゴロの間に一打点で、その後ピッチャーね、岩沢になってツーアウト三塁から柳田ショートゴロ、中野早球バータイムリーエラー。だから中野もいいプレー随所に見せるんだけどね、こういうなんか簡単なところをエラーするっていうところがもったいないよね。もうこのワンランク殻をね破っていくのは。で、こういったミスでね、この流れを変えていってっていうところで、結果ね、10対2でソフトバンク。6日、8対3でね、ソフトバンク。阪神ね、先発予定。ガンケルが体調不良のため、急遽ね、西純也先発。なんか2軍戦で先発だったらしいけど、急遽1軍へ。でもね、こういったところがね、チャンスなのよ。ピンチになっちゃダメなのよ。こういったところ、チャンスに掴んでどう結果を出るかっていうところで、ちょっとね、初回からバタついたね。まあ初回ね、速攻ということで、ソフトバンク。三森センター前、今宮バント。で、栗原がね、ライト、レフトへタイムリーね。で、柳田センターフライで、まさこセンター前。で、中村フォアボール、ツーアウト満塁になって、甲斐がレフトへ2点タイムリースで、2点タイムリーで3点。こう大きかったね。西にとってもちょっとバタバタとしたもんもね。このソフトバンクの速攻。前のね、試合からの流れを組んだね、いい形の攻撃だったかなと。4回ね、2アウトから、三森、サードエラー、大山悪送球、バーッと。ちょっと最近ちょっとエラーが失点に絡んで、それがね、負けにつながっているっていうところがちょっと阪神の悪い流れになってきてるね。で、その後盗塁して、で、今宮、レフトへタイムリー。ね、そつなく、グッチ。こういったところをそつなく取っていくとソフトバンクの強さが無理に出るよね。で、5回柳田レフト前で、まさこバント、で、中村翔セカンドゴロで、甲斐フォアボールで、松田の時にピッチャーサイドワイルドピッチ、梅野またの下抜けるバーッね、止めなきゃっていうところでね、まあ、こういったところもちょっと流れ悪かったりね、こうちょっと集中力が切れたかなっていうところをね、感じましたね。でね、ソフトバンク8回のね、攻撃、この3点ね、結果的にまあその後ね、8回裏に2点1点と阪神取られるんでね、この3点っていうところは非常に大きかったかなと。まあその中でね、まあ中村がフォアボール出て、で、ダイソーシュートと、で、盗塁した時に坂本悪送球バーッ、こういったチャンスをものにしていかないと、梅野の次っていうところを底上げ大事です。で、その後ね、盗塁して、3塁まで進塁で、甲斐がねライトへタイムリーで、また高田がバンドで送って、で、まあバレンティンはアウトになって、三森がタイムリースリーベースで、今宮ショートゴロ、中野ファンブルバーッ、こうタイムリーエラーがちょっと出てきてるし、失点にめっちゃ絡んでるタイガースエラーを、ここちょっとどうにか改善していかないと、後半ね、今はいいですけども、コロッとねやられるパターンもあるんで、ちょっと修正していきたいところですよね。こうエラーが失点に絡んだり、タイムリーエラーして流れ悪くなると、ちょっとチームのバタバタっていうね、流れが非常に悪くなるんで、そこら辺をね改善していく必要があるかなと。でね、今日もね、三森、4打数2安打1打点1盗塁と、非常にいい活躍がね、光ったかなと。で、先発技はね、ほんと、軸ぶれないで腕振るっていう、本当に理想的なフォームで、ストレートキレあるし、それがあるからアウトコースのね、チェンジアップも生きるっていうところで、この、すごい躍動感あるね、ピッチングに見えましたね。まだまだ若いね。グッピッチ。ということで、ソフトバンク、2勝1敗の勝ち越しでした。さあ、続いて、中日対オリックス。4日1対2でオリックス、5日6対3で中日、そして6日4対0でオリックス、オリックスの2勝1敗で勝ち越しになりましたね。4日の試合もうエースの投げ合い、見応えある、グッピッチング同士ね。中日王の立ち上がり、初回ね、対山本意識でね、ちょっと硬くなったかな、意識したかなっていうところでね、初回福田レフト前、宗ライト前で、吉田フォアボールで杉本にレフト2点タイムリーで、ノーアウト1塁になって、もやライト前、ノーアウト満塁から足立のね、サードゴロ、甘め。で、紅林もフォーク。チェンジアップ系かな、あれ。甘め、セカンドフレ。で、伏見ピッチャーゴロ。大野よくこれをね、2点で踏ん張ったし、オリックスね、ここでパンパーンともうね、最低でも1点、2点ぐらいね、欲しかったかなっていうところですけども、大野ね、よく踏ん張ったかなというところもあります。で、2回、福田フォアボール。で、吉田敬遠気味のフォアボールで、2アウト1、2で杉本三振。で、3回、足立レフト前。クルバイスサードナイアンダで、山本ライトフライの伏見三振。伏見三振の山本ライトフライかもしれない。ちょっと書き方が下手くそですいません。だからこのね、オリックスも最初で、序盤ね、立ち上がり、この大野がバタバタしてるところで、
チャンスでね、もう一本いってれば、まあ結果勝ったけどね、もうちょっと楽な展開だったかなと。で中日はね、少ないチャンスでも一本出ずっていうところでね、初回、堂林がレフトツーベース。で、ビシエドフォアボールで、ツーアウト、一塁。で、その中で、ワイルドピッチ。こう、伏見、手だけでいって。バーン、ピッ。体で、いかなきゃ。ね。で、高橋ね。で、その後、ショートゴロ。で、4回、福田、フォアボール、フォークボールをね、レフトツーベース。で、ビシエド、ライトぐらいで進塁して、ワンアウト三塁になって、高橋三振。で、阿部三振。高橋はストレートで三振して、阿部がカーブで三振。で、6回、福田、ホームラン。グッド。福田だけがいい感じで合ってたね。で、7回、高橋センター前、阿部バント、ワンアウト2塁で、ネオ、サードゴロ。ここね、ネオのサードゴロ、ツーボールからの、ほぼど真ん中のストレート、これ振ってほしかったね。別にアウトになったとしても、これなんか積極で欲しかったかな、チャンスでってね。で、その後代打福留も、三振と。チャンス作ったけどね、まあ1点と、まあここがね、山本がしっかりね、投げ切ったっていうところもね、あるかもわかんないですけども。あとね、9回裏、オリックス守備、ツーアウト2塁から、雨のショートゴロ、紅林ね、難しいショートバウンドを投げて、で、山足、グッキャッチ。あれ、それてたら同点だからね、山足の素晴らしいキャッチング。救われたね。ああいったところもね、細かいところもできて、結果ね、1点差、逃げ切りです。5日、6対3で中日、中日梅津、2回、38球、無安打、無三振、4四球、1デッドボール、無失点、3回途中、2四球連発で交代です。まあでもあれは交代になるね、さすがに。で、まだこれ中日がね、今の阪神状態で首位で3、4ゲーム離れてたら、よし、もう行け修行やみたいな感じでね、使いやすいけども、せっかく今ね、交流戦1位で来てるし、下から追い上げていきたい。まず勝率5割にしたいっていうところでは、ちょっとそれはね、我慢しきれないっていうところで、この交代は、いたしかたないかなと。で、その後ね、山本、橋本、藤島、祖父江、福、谷本、又吉と、非常に素晴らしいリリーフね、繋がっていけたかなと。で、オリックスはね、ここで無得点だったのが痛いっていうところで、初回、福田デッドボール、若月フォアボール、吉田、サードゴロ、ワンアウト一三塁で、杉本、5-4-3、ダブルプレイ。で、3回、田島フォアボール、これピッチャーにも梅津フォアボール出してるからね。で、福田フォアボール、ここでピッチャー山本に交代して、若月ショートゴロ、吉田フォアボール、で、杉本がカーブで三振して、胸がストレートで見逃し三振。だからここでオリックスが点ね、最初の梅津がバタバタって5四球してるところで、点取ってれば、勝てたっていうところもね、こう3立てもいけたかもしれないところを、まあ、そこをね、しっかり山本を含めて抑え切ったところがね、結局中日がね、勝ち切ったところのキーポイントだったかなと。で、逆に中日ね、初回、大島、レフト前ヒット。で、堂林、ライト前ヒット。で、ノーアウト一三塁で、福田が、レフトへ犠牲フライ。で、ビシエドツーラン。ガッツ。この流れ、非常に、ね、こう、入るときはポンポンって入るんだよね。なかなか入らないときは入らないけどね。で、続いて4回。で、ワンアウト満塁から、ドノウエ、ライトへ。犠牲フライ。まあ、こういうところも大きいんだよね。ドローウェイ、グッド。非常にいい形です。ね、こういったところで犠牲フライでもね、1点取っていくっていう、この積み方がね、非常に大事。で、3対4と追い上げられたけども、8回、ピッチャー比嘉に代わって、ビシエドホームラン、高橋ホームラン、この2ホームランでね、欲しい時に一発、グッド。この、打ってる時、まあ、勝ってる時ってそんなもんだけどね、欲しいところで、今日、しっかり勝っていくと、ね。で、オリックス立場、最初ね、腕振ろうとする姿勢は見えましたけども、ただ状態ばっかり振って、下半身の連動性ちょっとないかなと。で、変化球は振り緩くなるかなっていうね。だから、姿勢が見えたけどね、腕振っていこうっていうがむしゃら感。でもちょっとフォーム全体のバランスが悪いかなと。まあね、中島監督も、このまま使うって変えね、下ろせないっていうところ言ってたけども、まあ昨日ね、まあ結果的に麻酔が、一回登録抹消されて、まあ2ヶ月ぶりの勝利だけど、いい形で帰ってきてるって見たらね、この、まあ目先のことにとらわれず、一回ワンテンポ置いてもね、個人的にはいいのかなとね、田島に関しては思います。まあこれでね、また次回、素晴らしいピッチング、ね、この1週間の調整の中ね、できてくる可能性もあるし、まあここ今週ね、投げれば、来週、まだ一周空くんでね、そういったところでミニキャンプっていうところも張れるんで、まあそこでのね、この改善っていうところもね、期待したいかなと、思います。6日、4対0でね、オリックス勝ちっていうところで、オリックスまずい、2ヶ月ぶりの勝利。6回4安打、無失点と、フォークボール変化球が低めに行ったところがね、非常にグッピッチだったかなと。本人もね、まあ、中継ぎも経験してるから、もう長いイニング最初から投げようじゃなくて、もう初回から飛ばしていこうっていう形でね、いい形で結果が出たっていうところなんでね、そういった気持ちも非常に、良かったんじゃないのかなと。で、2回、もやセンター前、足立フォアボール。で、T 岡田、ライトタイムリー。T 岡田はグッドなんだけども、この中継に入った阿部が、ホームへ投げちゃうんだよね。もやが楽々セーフなのに。で、その間に T がセカンドへ行ったんだけども、あのスロー、
バーッです。あれ投げちゃいかないでしょ。無意味なスローだったよ。で、ノーアウトに三塁になって、紅林がね、セカンドフライ。で、伏見、レフト前。で、ワンアウトに三塁から麻酔バンド。で、福田が16球粘って、センター、タイムリー。ガッツ。で、ここで3点っていうところもね、非常に大きかったかなと。だからちょっとね、ドラゴンズ守備、ミス、ね、隙ミスちゃったかなと。で、まあそこをね、しっかり掴み取ったオリックスだぜ。しかも福田、16球粘って、ガッツ。素晴らしい。なかなか粘るのも大変だからね。福田ちょっと笑ってたからね。打たれたらもう笑えない状況だったね。中日はね、ちょっと全体的に勝ち目がないようなね、試合展開ですね。で、結局、2勝1敗でオリックスの勝ち越しでした。続いて、DeNA 対ロッテ。4日11対7でロッテ。5日11対9で DeNA。6日4対3で DeNA。DeNA の2勝1敗で勝ち越し。これで DeNA と中日が交流戦、並んで首位っていう形になりましたし、まあこれね、DeNA 対ロッテ戦では6日の試合ね、久保との、佐々木 OB、1打席対決っていうのを、らしていただきまして、久保が140キロです。早かったよ。でも、当たりました。角度良かったね。でもちょっとこすっちゃったんだよね。あれもうあとに3打席ぐらいあったら打てたね。あとヒットでいいんだったら打てたかもしれない。でもさすがにね、やっぱホームラン狙いたいじゃない。いいところでね、見せれたかなと思いますけど。いや、楽しかったですね。非常にあんなこともなかなかなかったんでね、あれを企画していただいた DeNA ベイスターズ、球団関係者の皆さんにはですね、言葉を借りて御礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。またね、次回もいろんな企画でね、楽しませてもらえればね、あとはファンの皆さんもね、まあ DeNA 対ロッテでしたけども、今度ね DeNA 対違うところとかでもね、非常に面白い企画だったんじゃないのかなと、思います。そして行きましょう。4日11対7でロッテ。ロッテはね、大峰4年ぶりの勝利ね、増田一球セーブ、グッド。大峰もねいい形で、まあ背番号も変わってね、ベテランになってきましたけど、こういったところのね、勝ちを積み重ねながらね、ちょっと先発の石川がね、手術っていうところもあったりとか、ちょっと先発のところもあるんで、ひょっとしたらね、いけるかパターンもあるんで、こういったところでしっかりね、結果を、積み重ねていって、チャンスをね、さらにものにしてほしいと思いますね。佐藤、2ホームラン、ガッツ。キャッチャーだったらロッテ俺以来じゃないかな、自分の自慢になるけども。俺はね、ホットモットで、JP、パウエルからホームラン打って、その後、今ヤクルトに行ったね、近藤からホームランを打って、1試合2本というのが、あります。ね。ここも佐藤のホームランもね、非常に良かったんじゃないですかね。で、先発鈴木、対角線のね、ストレート。開幕当初に比べると、ちょっと制球悪くなってんじゃないのかなと。あと、走ってない。いまいち。そのためね、ちょっとツーシームが生きてこないんじゃないのかなと。ちょっと疲れてきたかな、シーズン。ね。ここで一回リフレッシュで抹消してもいいかもわかんないし、まあ中継ぎが左いないんで、そこ待機っていうのもね、まあ悪くないのかなと、いうところもありますけど、一回、まあ抹消してもいいのかなっていうところはね、感じましたね。で、DeNA、京山、2回ね、オースティン、落球、ライトエラーから出て、佐藤のホームラン。で、3回、マーティンね、フォークボール、いいところだったけどね、ホームラン。で、角中フォアボールで、レアードのね、外、ギリギリアウトコースね、ポーンと上げただけだけど、風でライト入ってね、ちょっとね、運なかったね。で、京山はね、あとはもう、乱打戦です。で、11対7です。はい。で、5日、11対9で DeNA。ここももう乱打戦です。ね。ロッテ見ま、もう甘い高いっていうところでね、まあもうどうしようもなかったかなと。で、5回、92球、13安打、2四球、3ホーマー、2つのフォアボール、11点。逆によく変えなかったね。もうちょっと早めに変えるかなと思いましたけど、まあ中継ぎいっぱい使ってるっていうところもあるかもわかんないですけど、もうちょっと早めに変えてもよかったんじゃないのかなと。ね。で、6回以降で7点取ったんでね、結果論的に言えばよ、7点取ったんで、まあ昨日も11点取ってるっていうことを考えれば、交代もうちょっと早めにしたら、ひょっとしたら逆転劇とあったかもわかんないんで、ちょっとこれね、諦めたのかなっていうね、前半に見えましたね。で、DeNA はね、キーポイント。4回裏。牧センターフライ。大和ライト前。で、浜口バンド。で、桑原敬遠。で、2アウト1塁になって伊藤光。レフトへツーベース。グッツ。ね。で、その後佐野もレフトへタイムリー。グッツ。で、オースティン、ツーラン、グッ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 、3連発。グッ、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 3連発。はい。ここがね、非常にキーポイントだったかなと。ここ5得点、非常に大きかったかなと。で、5回裏、代打、楠本、ライトへ、ツーラン、グッ。ね、非常に良かった。これもあってのね、最後の怒涛だから、やっぱり俺はここは交代、ちょっと諦めたのかな、試合っていうようなね、展開に見えてしまいましたね。結果2点まで追い上げてるからね。非常にもったいなかった。ロッテとしてはね、交代遅すぎたんじゃないのかなと思います。
で、6日、4対3で DeNA。まあ、DeNA ね、今永、ちょうどね、ツイッターの、映像を見てもらったら、ちょうどいいところのね、三塁側のネクストの後ろぐらいの席をね、取ってもらってですね、そこから観戦したんですけども、変化球のキレが非常に良かったですね。なかなか曲がりが遅くてですね、いい形で変化球をね、切れてんなと思いました。しかしですね、ちょっと投げ出しがボールだったらさすがに振られなかったけども、いい形の角度で来てるやつは非常に曲がりも遅くて良かったんじゃないのかなっていうね、形に見えましたね。あと後ろから見てて良かったなって思うのはね、あとロッテの佐々木千早、腕がコンパクトにできて、ちょっとゆっくりからクイックスローになるんだけども、球速はそんなに速くないけど、後ろから見ててもね、結構速く感じたね。まあ、そこがしっかりね、抑えられてるとこなのかなっていうところにも見えましたけども、生でね、近くで見るとよりね、あ、佐々木千早いいねっていう感じでね、見えました。で、その中、4回表ね、2アウトから、角中センター前、桑原前進してスライディングキャッチでドーンって胸か腹に当てて落とす。取れましたね。バッと、ね。で、その後、ストレートのフォアボール、レアード。ここ、レアード怖かったのかな今中。で、藤岡に3-2から、レフトで2ベース。詰まりながら、グッチャグッチャ。いいバッティングね。ライン上切れない。詰まったことによって切れなかったね。バッティングは非常に良かったのかな。でね、キーポイントはね、5回表、荻野がね、レフト前ヒット。で、鳥谷、ワンエンドワンから、これエンドランなのか盗塁なのかよくわかんないけども、作戦名はね、カットボールを、空振りして、で、盗塁アウト。伊藤光。ナイス。ブスロー。鳥谷、バーッと。これもしエンドランだったら、当てなきゃいけないよね。まあ、盗塁だったら、バットじゃないけども。これなんだったもう作戦によって、バットかノーマルかにちょっと分かれるね。で、その後も三振ね、取りたい。で、DeNA のキーはね、6回裏、ワンアウトから伊藤センター前。で、佐野がライトへツーベース。これね、いい角度から見てたから見えたんだけど、まあ、レアードね、グラブだけ出してね、ちょっと反応しきれずグラブの下通ったんだけども、取ってほしかったね。まあ、難しいよ。多分取れないと思うけど、グラブの下通っていったんで、取ってほしいってね、ちょうどいい形で見えました。で、オースティン、敬遠のフォアボール。で、宮崎、センター犠牲フライ。ここキーポイントだったかなと。宮崎がちょっとね、小島にタイミングね、ちょっと合ってなかったのかなと。この打席もね、ちょっと簡単に悪い形で追い込まれたけども、最後ね、しっかりセンター前の犠牲フライ打つっていうところは、さすがのバットコントロールっていうところはね、見えましたね、宮崎。ゲッチ。ね。で、ロッテ、8回表ね、2アウトから、ピッチャー山崎。中村、ツーアウトからだからね。中村、レフトへツーベース。で、マーティン、左中間ツーベース。で、角中、ライトへツーベースで、同点。中村、マーティン、角中。グーグーグー。グー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 。この粘りはすごいね。まあ、前日もそうだけども、こういった後半の粘りあるだけに前半戦ね、ちょっと我慢しときたいっていうね、さらに思うよね。で、この中で山崎、ちょっと焦りあったのかなとね、勝負急いだかなと。で、中村のね、このレフトツーベースも、ワンボールツーストライクからね、ちょっと焦ったかなと、ストレートね。もうちょっとツーシームとかね、行ってもよかったんじゃないのかなと思いましたけどね。で、マーティン、ワンストライクから、キャッチャーボール球気に構えてたんで、それが中に入ってね、ツーベースっていうところも、ちょっとここもね、ちょっと雑さかなと。で、角中、ツーシームをね、内側に引っ掛け、あれ、外に行ってればよかったのに、ちょっと内側に引っ掛けてね、低さは OK、低かった。でもこれ中、ね、角中がよく打ったんだけども、あれ、外に流れてたらね、ちょっと違ったかな。でもこのね、中村マーティン、角中、非常にね、素晴らしいつながりだったかなと思います。で、DeNA はね、9回、ピッチャー増田、宮崎センター前、で、外ライトフライ、で、牧ショートゴロの間にセカンド、あれも藤岡迷ったね、行こうか、でもまあ、行って傷口広げんのも、だから、難しいところだね。俺はもう、ファースト、もう正解。ショート、どうなんやろってね、とこも思ったけども、難しい判断だったね。そして、ツーアウト二塁で、大和、ね、結果的にはレフトへね、サヨナラツーベースになるんだけども、見てて、じっくり見てたの。初球のインコースのストレート、結構いい感じでタイミング合ってて、俺をファールに見えたのね。だからインコース行ったけど、甘かった、嫌だな、構えた瞬間思ったんだけど、まあそこ仕留められたんだけども、ここも焦ったかな。俺はそこ一回変化球でボールか、もしくはインコース行くんだったら、もっと際どく投げてほしかったよね。ワンストライクだったからね。しかもヤマトがこの日までで、得点圏打率4割4分4厘だから、で、ネクストはね、山下が控えてたの。だから、俺は守護神だから、申告敬遠しろとまでは、正直、まあ言わないけども、でも後ろ考えて、しかもこのね、前も打たれてるからね、ここ最近ヤマトがね、いい形だから、まあしてもよかったかもしんないよね。まあこれでもね、した方がよかったって言ったら、まあ結果論になるじゃんね。解説でやってたら、ここは敬遠の方がいいかもしれませんねって言ってたかもわかんないけども、今言うと結果論になるけど、なかなか言いにくいけども、
敬遠で次、山下勝負でもよかったね。でも勝負しに行くんだったら、甘めはね、ちょっと、ヤマトに対しては安易だったかな、というところもあります。その前のタイミングっていうところね、見張るかなって。で、先ほどね、マクガフのところでも言ったけど、守護神はね、甘いの甘くないじゃないっていうところもあるんでね、そこを増田はね、しっかり抑えていかなきゃいけないしね、守護神で敬遠っていうところもね、またなかなかバタつくんでね、ベンチの信頼っていうところもあるんで、ここはね、難しいところでもありますけども、一番素晴らしいのはね、ヤマト、ビッグクー。非常にナイスな、バッティングだったかなと。あとはですね、ちょっと作戦面がはまらなかったよね。ロッテはね、全部悪い方向。だから5日の試合もね、桑原敬遠して伊藤光に打たれる。で、今度はね、敬遠しないでそれに打たれるっていうね、この中ちょっと、チグ、ハグっていうね、うまくはまらなかったなっていうところもあるし、まあ多くの人がね、言ってる打線の2番鳥谷っていうところもあるけども、俺は、沖野、マーティン、中村の流れはね、やっぱ最高だっただけにね、そこは崩さない方がいいんじゃないのかなって思うけども、このマーティン4番っていうところにもし行くとしたら、それだったらもう俺は、荻野、角中、中村、マーティンがいいんじゃないのかなと。バンドとかもしないんだったらね、俺はバンドとかするんだったら、まあ2番取りたいんでもいいかなっていうところもあるけども、5回表のね、荻野レフト前でバンドとか別にすることもなく、そのままうちに生かしたんで、もしあれがエンドランだったら、俺はありかなと思うけども、あれ空振りね、しちゃってるっていうところもあるんで、どうなのかなっていうところはあるけども、まあマーティン4番にこだわるんだったら、俺は荻野、角中、中村、マーティン。っていうところがいいと思うんですね。それがまあ安田もいい形でできてるんで、まあクリーンアップっていうところはあれだけども、まあ7番とかね、に安田を置くっていうのもね、一つの提案じゃないのかなと。まあね、明日以降、どういう戦いになるのか期待したいですね。結果、DeNA の2勝1敗で勝ち越しでした。さあ、ということで、先週のベストライン発表でーす。さあ、参りましょう。パリーグから、ピッチャー、ソフトバンク、和田、元気、キャッチャー、西武、森、フルスイング、ファースト、楽天、鈴木大地、打撃爆発、ショート、ロッテ、中村、キャプテン、サード、オリックス、宗、6月7日、バースデー、24歳。おめでとう。今日だね。今日、ハッピーバースデー、宗、ハッピーバースデー、宗。はい。ショート、楽天、小深田、ヒロト、レフト、楽天、島内、初球打率、4割4分4厘、センター、西武、岸、純一郎、2019年、ドラフト8位、皆さんいい選手なんで覚えてください。ライト、日本ハム、近藤、横浜高校、出身、特別賞あります。日本ハム、河野、ミスター無失点、グッドピッチ。今週、セリーグ主催試合だったんで、DH がどこもなかったんで、パリーグは DH ありません。セリーグ、投手、中日、柳、1安打完封、キャッチャー、DNA、伊藤光、光ってるね。ファースト、中日、ビシエド、キューバ、オリンピック出場逃します。しかし、ビシエドは、亡命してるんで、代表になりません。セカンド、DNA、マーキ、15ホームラン、新人を目指してって言った時に立って一礼してくれたのは本当に素晴らしい。ありがとうございます。サード広島林フレッシュ、ショート DeNA 大和、得点圏打率4割6分4厘さよなら、レフトヤクルト青木、週間12安打2ホーマー8打点、センターヤクルト塩見、1週間毎試合ヒット、ライトDNA、オースティン、週間7安打、3ホーマー、7打点。特別賞あります。中日、ドノウエ、テラスでコーヒー飲んでます。阪神、北条、テラスで紅茶飲んでます。まあ、この一口コメントがね、わかる人は、崖っぷち選手、見た人なんで、見てない人はね、崖っぷち選手のやつ見てください。このね、テラスでコーヒーと、テラスで紅茶を飲んでる意味が、わかると思います。さあ、ということで、申し送り事項、行きましょうか。今週でね、交流戦も終わりだからね。さあ、申し送り事項。阪神は、日本ハムから。阪神の皆さん、中田翔が、久しぶりのタイムリー打ったので、ひょっとしたら爆発するかもです。気をつけて。
ニッパームの皆さん、タイガース、ちょっと最近エラーが増えてるんで、全力疾走、忘れずに。巨人対オリックス、巨人の皆さん、オリックス、吉田です。ここ、抑えましょう。オリックスの皆さん、巨人、戸郷、菅野で負けて、リズムが悪いです。一気に叩けるチャンスですよ。ヤクルト対ロッテ、ロッテの皆さん、ヤクルト、塩見元気です。青木も元気。ちょっと打線がやばいですよ。しっかり先発し、頑張りなさい。ヤクルトの皆さん、ロッテ、ちょっと、投手陣、バタついてます。好調の打線で、瞬間レートしてください。中日対楽天、楽天の皆さん、全カード、火水木は負けてないんですよ、中日が。柳が火曜日投げるでしょう。ここ叩き潰せば、一気にまくれますよ。連勝、伸ばせるか。ビシエドには気をつけて。中日の皆さん、楽天、連勝して勢い乗ってきてますよ。三塁行ったらスクイズ気をつけてありますよ。広島対ソフトバンク、ソフトバンクの皆さん、広島が選手がいっぱい復帰してきました。その中でも連敗中です。ここはチーム全体が冷凍になってます。このまま回答しないように、初戦大事です。広島の皆さん、ソフトバンク全声優の川水木は勝ってませんよ。一気に溶けて爆発、恋のぼりしてください。 DeNA 対西武、西武の皆さん、大和の得点圏には注意してください。そして牧外押して一発ありますよ。しっかり先発ピッチャー、フォアボール厳禁ですよ。西武の皆さん、もう打ち合いです。打って打って打ちまくりましょう。打線はホッとさあ、ということで、今週もお送りしました。佐藤人前のソーチェックです。あと、全米女子オープン、佐藤選手、優勝、おめでとうございます。畑岡奈紗さんのね、プレイオフ、ワーワーで見てましたよ。ね、日本人がメジャーで、ね、プレイオフを戦う。まあ、最後ね、素晴らしい試合展開だったんじゃないですかね。はい。今週で交流戦は一時終わりですけれども、どんな交流戦、最後は持ってんのか、中日か、DeNA が優勝か、はたまたパリーグのチームが来るのか、今セパは2勝でセリーグ先勝、どうなるのか、今週も忘れずにチェックしましょう。交流戦、最後の1週間、要チェック。